はいどうも、ゆげちゃんでございます。めっちゃなんか間があったね。はい、というわけで今日は2月、寒いな。7月の27やな。火曜日ですね。はい、今日は今こちら南港で積んで、今日福岡ですね。福岡時刻は15時というわけで、パパッとパラパラもんでございました。ありがとうございます。明日の福岡着ということで、まあぼちらぼちらって感じですね。はい。ぼちらぼちら向かいましょう。あ、やっぱ大阪の方が混んどるね今は。昨日ね関東行っとったけど、オリンピックの関係でね規制かかってるんか、全然吸い取ったもんね。大阪って感じのこの看板、おきにっていうね、よう見るでしょこのおきにっていう看板ね。なんなんやろねこれ。何のお店これ、パチンコ屋かな、ちゃうか、なんか南の方にもあんのよねこのあの看板。はい、今辰野ぐらいまでね、兵庫県の辰野ぐらいまでやってまいりました。ずっとねこう耳にね、横にねセミがずっとあのまあ鳴いてるわけですよ。なので窓開けたらマジってこれ、ね、今でもねこれ若干ねノイズノイズジーって聞こえるのよね。もうなんか耳おかしなりそうほんま。なんかあのこうね超音波的にねこうっていうのがずっと入ってくるから。というわけで、今日はねどこ行こうかなと思って福井市パーキングって行ったことないんで、まあそこで福井市パーキング岡山なんでね、まあ、岡山ラーメンいただいておこうかなという感じでございます。はい、福井市パーでございます。あ、ちょうど夕方でご飯時ですね。セミがすごいよ、セミが本当。ここから出れんの、はい、というわけで、今日は野菜炒め定食ではなくラーメンと唐揚げとご飯のセットにしました。ご飯はね、いつも通りと言いますか、大盛り、特盛りになりました。特盛りやったかな、大盛りやったかな、確かね、無料でございます。さあ、というわけで岡山ラーメンということなんですけど、岡山ラーメンって言ったら、醤油豚骨みたいですね。まあ、今回ねこちらの唐揚げのセットにしたわけでございますが、なかなか唐揚げもジューシーで美味しいでございますが、これだけねご飯、唐揚げ、ラーメンとねついてね、あ、これあれね、猫ちゃんシールの海苔ですね。これ海苔までついてるんですね。これもご飯に巻いてね、お汁がかかってるからまた美味しいんでございますよ。でまあこれね、こんだけのセットで780円なんですね。めっちゃ安いですね。やっぱ西の方来るとね、こうパーキングの飯もねちょっと安いんですよね。まあ僕ら仕事でね走ってるとね、やっぱサービスエリアはねちょっと高い、やっぱパーキングエリアの方がちょっと安いっていうね、こういうのがありますからね。でこのパーキングでね一押ししてた野菜炒め定食あったじゃないですか。これ結構な人がねやっぱ頼んでたんですよ。でね後ろの人を頼んでるの見たんやけど、めっちゃええ匂いするしね、香ばしくてええ匂いするんですよ。いややっぱねさすが名物ということでね、美味しそうやなと思ってね、次はそれにしたいなと思って横見たらねこんなん書いてあったんですよ。 QR コードあったからね読み取ってみました。するとですね、これをね野菜炒め定食をね作ってる様子はなんかこう出てきました、動画としてね。
ちょっとまあ時間の都合上といいますかね、ちょっと 1.5 倍速でやってますけど、まあこういう動画が見れますよと。非常に美味しそうですね。やっぱ強火でね、ギャーッとね、こう一気に炒めるのは結構美味しいんですね、やっぱね。いや、ここまで押すならね、やっぱ福井市パーキング来た時はこれを食べなあかんなということで、僕次来た時はこれをいただきましょう。はい、今宮島サービスエリアにやってまいりましたが、こんなのがつきました。尿素水補給アドブルーですね。まあ大阪で卸し終わったんですけど、まあ積み地がねすぐやったんで、もう会社帰らんと、まあ会社帰った時にアドブルー入れてるんですけど、というわけで今回入れるタイミングがなくね、残り1メモリになりました。というわけで、まあどうしようかなということで、まあ自前のやつでも入れておきましょうかね。自分で出すわけじゃないですよ予備のやつを積んでるんで、それでも入れておきましょう。はい、こちらにアドブルの予備を積んでおります。こいつを使っていきましょう。よいしょ。アドブルーで真っ白ですよ。おしっこちゃうからね。よいしょ。はい、アドブルーはね、蓋に今鍵がついてます。片手やから重たい。片手やから重たいでこれ。よいしょ。さあ、時刻は21時半ぐらいです。まあ真っ暗ですよ。宮島に来たらね、なんか鳥居がありますね。鳥居がありますよ。交通安全ちょうどね、なんか綺麗にライトがついてるからよう見えません。誰かおるのかな暗いから見えん。わあ、すごい、すごいですね。端っこを通らせていただきまして、あ、夜景が綺麗ですね、これ。なんか後ろから観光客っぽい空が来ましたあのおっさん誰やねんやろみたいな感じでね、おっさん一人で何来てんねんみたいな感じやろうけどね。いいじゃないですか、おっさんが一人鳥居見に来ても。いや、もうちょっとね綺麗に見えるのかなと思ったけどまあ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 ですね。はい、関門橋へやってまいりました。慣れたね3回目ぐらい、3、4回目ぐらいもね、ここ最近しばらく九州行ってなかったけど、もうここ最近ね週に1回ぐらいは来たりしてるから慣れたね関門橋、慣れたね。はい、今日は、まだ今0時ですね。しかしいい感じ、も九州に突入でございます。まあ、卸先のねお近くまで行って、
で休息取ってで午前中におろせばいいかなっていう感じでございます。はい、九州道を降りてきて、こちらあれですね、国道3号線ですね、を福岡方面に、なんかね、今日は福岡インターまで行けんかったんですよまあ波通り来たんですけど、まあ夜中やからね、別に全然 OK やからね、空いてるやろし、まあ行ってる道中で、なんかまあ行ってる店はないと思うねんけどな。だから今あれ、なんかラーメン屋入ってたんかな、あれ福岡でももう24時間のお店とかやったら開いてんのかな。まあこの3号線沿いに何かあればちょっと買うか食べるかしようかなと思ってます。これ何さんうどんやったっけな、何さんうどんか忘れたけど有名やね。これもうなんかめっちゃオープンしたと書いてある。ちょうどね夜中でね、まあ前にちょっと止めさせてもらってんけど、なんかあれがテイクアウトあったら持って帰ろうかな。あ、なんかお持ち帰り限定とかであるやん。なんか持ち帰りしようか。はい、お疲れさんでございます。というわけで、スケさんうどんようやくわかりました。スケさんうどん、あ、こんな感じになってんねんや。へえ、こんな感じです。スケさんうどん、あのごぼう天も追加しました大好きなんで、わざわざ。わ、おうどんなんか美味しそうね、これおうどんすっげえ美味しそうよ。チュルンとしてる感じでね。うわ、すごいいろんなもんがついてる。これめっちゃいろんなもんが入ってんのよ、ね、もちろんね、このちっちゃいごぼう天も入ってんねんけど、これいっぱい欲しかったからプラス5個して、でさらに極めつけにこのお肉追加。肉がなかったらたったの500円って、これはお得です。でここにこのごぼうさんを追加。よし、はい、こちらがお持ち帰りで持って帰ってきたスケさんうどん。これに稲荷、ジャンボ稲荷2つつけました。いいねこれ、すげえ豪勢。うー、見てこれ、お肉めっちゃうまそう。ちょっとこうお肉だけ先いただきましょうか。甘う、まっ、めっちゃうまい。あとこれが名物ごぼう天、これもちょっといただきましょう先。うん、うまい。結構太麺でね、どんな感じなんでしょう。あ、おいしい。こっちの方のうどんでね、そんなにコシがないんですよ。うん、で、まあ、やわ麺なんですけど、やわ麺やけどすごいもちもち。うん、のどごしがすごい。めっちゃもちもちですよ。またお肉がもうすごいよ、炊けてて甘く、めっちゃうまい。これは鶏天ですな。うん、100点。エビと卵も入ってる。このお持ち帰りメニューほんま得やね。ジャンボ稲荷でかいなこれ。てください、かなりのボリュームですこれ。うん、おいしい。うまい。まあ本当柏おにぎりが欲しかったんやけど、
カシオウニが売り切れやったからね。まあでもこれも美味しいですよ。うん。最後にええもん食いましたね、ほんと。やっぱ大野助さんうどん美味しいね。うん、またね機会あったらちょっと料理たいなと思っております。はい、はい、というわけで今日はここで、まあもう卸の近くにおるんでね、もう明日朝午前中までに、まあ、納品すればええかなという感じでございます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイナウ。全国の女子高校生の皆様お待たせいたしました。天才ぼやき様の登場でございますわよ。チャンネル登録しないと足諦め。サブチャンネル夢ひげグループモノマネチャンネルもよろしくお願いします。